もうね、あの、考えられない話。も考えられない話。えー、今日はね、したいと思います。本当と、考えられねえよああっていうね、話をね、えー、今日はしたいと思います。ぜひ、えー、お楽しみにということでね。まあね、あの、プチ、プチ考えられない話。 えー、一つちょっとじゃあご紹介すると、えー、バガボンドの、えー、連載、いつ再開するんですか考えられないよプチ。プチ考えられない。うん。どんだけ開けんのよ宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘。まだっすか考えられないですよ、ちょっとだけ。うあん、まあ、なんか事情があるんでしょうね。 えー、ババボンドって今、まあ、漫画知らない人からしたら何言ってんのって話なんですけど。まあね、宮本武蔵主人公のお話で、えー、まあね、いよいよもう終盤佳境に入ってくるっていうところでね、すごい連載が今ストップしてるんですよね。 ハンターハンターじゃねえんだからもう、ハンターハンターはもうね、神の声聞こえてんだから、あれは。うん。まあそのぐらいね、バーガーボンドもね、結構連載が今止まってて、まあなんか事情があるのかな僕が知らないだけで多分事情があると思うんですけども。まあちょっとね、プチ考えられない話をお送りしました。えー、この後は、クックルるー話、お送りしたいと思います。ぜひ聞いてください。それでは行きましょう大野高弘の、オーナナイトニッポン テンステレンステンステレンステンステレンステッテッテッテレレテッテレ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 レレテッテッテレレレテッテッテテレレレはいどうも皆さんこんばんは大野孝弘のオーナーライト日本毎週金曜夜る10分をめどにお送りしておりますお相手は吉本芸人大野孝弘が務めさせていただきますどうぞよろしくお願いします はい、ということでね、く <laughs> っくらて話、したいと思います。えー、話はですね、昨日、えー、昨日ですね、に遡るんですけども、バイト先のね、えー、オーナーとね、ちょっと話してたんですよ。うん、で、まあそのバイト先の店、オーナーの、えー、子供さん、ね、子供さん二人いるんですけど、えー、片方が、 ね、片方がインフルエンザにかかってしまったって言ってたんですね。 えー、で、まあね、インフルエンザ、うわ、マジっすかみたいな。うん。オーナー大丈夫ですかみたいな。オーナーもね、あの、言ったら一緒の家にいるわけじゃないですか。大丈夫っすか引いては、俺大丈夫ぐらいの感じで。うん。えー、そこ感染、なんか、こう経由して俺に感染しないから大丈夫かななんて思ってたりしてたんですよね。えー、で、まあ、インフルエンザにかかって、まあ、もう、そろそろっていうかね、あの、まあ、あの、熱もね、 えー、まあ、収まってきたぐらいだ。みたいなことを言ってて。えー、ああ、じゃあ、女映んないといいっすね。なんて言ってたんですね、昨日。そして今日ですよ。うん。えー、朝8時頃ね。えー、僕ね、あのー、まあ、バイト行くんですけども。えー、まあ、行ったらね、なんか子供が走り回ってるんですよね。うん。ん誰だ、こいつと思って。すげえうるさいな。珍しい。だってさ、8時、 ぐらいってさ、もうちょっと学校とかさ、まあ、幼稚園ぐらい。まあ、あの子多分幼稚園か小学校1年生ぐらいかっていう、まあ、幼稚園か小学校の狭間ぐらいの、子供だったんだけど、すげえ走り回ってんのよ。なんだこいつと思って。 うん、なんでこのバカと思って、まあ、まあまあまあちょっと言い方悪いけどね、うん、まあいたんでねあのまあ行ってオーナーのとこ行ってねえなんか外あのあ店内ですげえんか走り回ってる男の子いますけどあいつ何なん,なんすかねみたいな話したら「いやあれうちの子供って言い出して「ええオーナーの子供ですか?」っつって「ああはいそうです」みたいなこと言ってて。 えいやいや、ちょっと待って待って待って、昨日、インフルエンザにかかった息子は子供がいるって言ってたよなって思って、えっ、ー、と、あ、なるほどと、うん、二人いるって言ってたから、二人いるうちのはかかってない方が来たんだなと思って、ああ、 あの、インフルエンザかかってない方の、あの子供来たんですかって言ったら、いや違う、インフルエンザの方って言って、ええちょっと待って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 。インフルエンザ、えー、いやちょっと待ってよと、インフルエンザの子供が来てるいやもうその時点でちょっと考えられないなと思って、俺は。いや、え おえ、女な、大丈夫なんすかインフルエンザじゃないんすかいや、うん、インフルエンザなんだけど、ちょっと今日、連れてこなくちゃいけなくなって。連れてこなくちゃいけなくなっていや、ちょ、待ってよ。どういうことだよつって、俺は、正直。あ、そうなんですね。って、ま、あ、平然をこう、装ってたけど、内心、はへぇほぉ そんな感じだったんですね。で、まあ、あ、まあでも治ったのか、と、治ったのかな、と思って、えー、あ、もう、まあでも大丈夫なんですねって、あの、子供さん、お子さんだはもうインフルエンザ大丈夫なんですねって、俺が聞いてみたんですよ。うん。 そしたら、その時にちょうど、そのインフルエンザの子供がね、えー、入って、まあ、あの、店内で遊び回ってたんですけど、まあ、バックルームっていうんですかまあ、あの、中に入ってきて、えー、裏にね、あの、入ってきて、えー、まあ、来たんですよね、その話してる時あおはようって言って、うん、おはようって、うん、言ったんですけどね、僕が。そしたら、あっちもは、おはようって、なんか言ってきたんですよね。ま、かわらしい感じ。うん。で、その後にゲホゲホ言い出したんですよ、うん。<laughs> いや治ってねえじゃんっつ、ね、いや治ってねえじゃんこれえっいやうつったらどうすんだよおい僕は思いましたよ、うん、でナーに聞いたんですよ、うん、え大丈夫ですかギョギョ言ってますけど大丈夫ですかって言ったら、うん、大丈夫でしょうってうん、うん、インフルエンザだってもう熱下がったら大丈夫でしょうって言ってたんだけど、うん いや、隔離しとくんだよいや、インフルエンザっていうのは、ね隔離しとくんだよ熱が下がっても来ちゃいけないんだよ学校とか出そうじゃん 来ちゃいけないはずじゃんえー、熱下がりました。下がったけども、えー、ちょっとね、まだ最近がウイルスが残ってるかもしれないから、家で安静にしててくださいっていうのが、インフルエンザのもう暗黙のルールでしょ何破ってんだよおいおい抱えられよ俺映ったんじゃねえか本当に。おい それ言ってる間にまたゲオ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 言ってるしん <laughs> おい映んねえかあいつマスクもしてねえよ <laughs> 考えられねえよほんとに <laughs> 皆さん考えられますね本ほんとに。インフルエンザの子供連れてくるんですよ。バカじゃねえのと思って俺ほんと。本当 俺、あさって撮影なんだよ、YouTube の <laughs> !OHK の撮影なの <laughs> 俺が欠席したら、もう俺のチャンネルじゃねえじゃねえかよ何のチャンネルだよ俺がいなかったら、王の放送協会、どういう動画だよ、おいびっくりした、考えられない、ほんとに。 まあね、ゲオ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 ずっとねしてたんでね、まあ僕も本当にね、あの、なるだけ近くに寝合うようにね、今日一日過ごしましたけどもね。まあだからね、あのオーナーがね、まあ一応ね、中国人、まあ韓国人にしとよくない、まあ、まああれなんですけども、日本人ではないんですけども、やっぱりあっちの人ってそういうモラルがないのかなっていうかね、まあ一概には決めつけちゃいけないですよ。うん。 あの日本人でもそういう人す、そういうことする人いるかもしれないし、えー、方やね、まあ、中国人、韓国人でもそういうね、ちゃんとモラルをわきまえてる人もいるかもしれませんけども、いや、本当考えられなかったね。俺も、ま、ぶん殴ってやめようかと思ったからね、ほんに。うん、えー、そのぐらいね、考えられない。今ね、インフルエンザ流行ってますからね、皆さんもぜひ気をつけてください。えー、ということでね、ちょっと曲いきたいんですけども、 えー、まあね、えー、時々ね出てくる、えー、アカペラでね僕が、えー、歌うコーナーっていうのがありまして、えー、まあ、ね自分の曲をいつもね流すんですけども、えーまあ、今日はね、えー、豆ービーチさんって知ってます豆腐ビーチさん 今ね、電影少女っていうね、深夜のドラマ、ー、乃木坂46の西野七瀬さんが主演をやられている電影少女っていうね、あの、ドラマの主題歌で流れてるんですけどね、僕すごい好きな歌なんですね。それをね、今日ちょっとアカペラで歌ってみたいと思います。はい。豆腐ビーチさんの曲です。それでは聴いてください。大野隆弘で、不滅の心。 それは、君への、まなざしだから、基地には、出して言えないよね。今日も、一ついいところ、見つけたから教えて。 あげよ、勇気をあげたいけれど、気持ちはすれ違いの砂嵐愛はきっと不滅の心。 君をずっと見守っているからね。や、の、no, だって。繰り返しして君となら永遠に。不滅の心はラブ、ラブ、ラブ。ラブ、ラブ、ラブ。不滅の心はラブ、ラブ、ラブ。 ラブラブラブ不滅の心はラブラブラブはい聴いていただきました大野隆弘まあトービーチさんの曲ですけどもね、えー、大野隆弘で「不滅の心」でしたありがとうございましたもうこの歌大好きなんですよねまあ僕もともとね ト腐フビーツさんすごいファンですごい好きでね、よく曲聴いてたんですけども、えー、まあ新曲ね、えー、来週2月16日、まあ、金曜日ですよね、ちょうど、うん。えー、配信がスタートされるということでね、ちょっとね、一週間先取りでね、えー、まあちょっと僕が歌ってみました。えー、トフビーツさんの曲、不滅の心ね、を王の高い色、不滅の心で歌わせていただきました。ありがとうございました。ではエンディング行きましょう。 考えられないんだけど、そういう人もいるんだな、世の中って、いうねまさかインフルエンザのほうを連れてくるなんて考えられないんだけど、僕もねぜひ体調気をつけて、帰ってからもう手洗い、うがい、目洗い、鼻洗い、どんだけ洗ったかわかんない、体中の最近、全部殺した気分でやりましたから。 えー、まあ多分大丈夫だとは思うんですけどね。まあね、ちょっとあの、もしね、えー、あれ、王の放送業界全然動画、あれ王のいねえな、みたいになったら、インフルエンザになると思ってください。<laughs> はい。えー、まあ多分大丈夫だと思います。まあね、僕のね、情報は逐一ツイッターに載せてますんで、ぜひツイッターの方フォローしてください。よろしくお願いします。 え、ほの高いろのほのトニッポンぽん毎週金曜夜10本目だにお送りしてきました。お相手は、吉本家人大の高かが務めさせていただきました。ありがとうございました。えー、来週はですね、えー、バラキさんと、えー、順レギュラー一人、えー、お呼びして、えー、お送りしたいと思いますので、ぜひ、えー、皆さんも楽しみにしててください。いでは最後に一言夢で会いましょう baby! これってありがたいぜ。